いつがマサミさんのお父さんを？彼女どうしたのよ！サイドブレーキが降りてる！コナン君、車から離れて！自首した方がいいと思いますよ。え？今ならまだ誰も死んでませんけど、これ以上罪を重ねると命乞いかよ。じゃあまさかこの男が？ええ、そうです。夜な夜なこの店の商品を盗んでアヤに辛い思いをさせてた犯人はこの人よ。アヤをこんな目に、ちょっとこんな目に遭わせた人なんて、私絶対に許せないんだから。申し訳ございませんでした。え、だったらこうしましょう。傘の代わりにお嬢ちゃんが大きくなったら、おばさんがデザインしたアクセサリーかバッグを一つだけ買ってくれること。うん、約束よ。うん。ダメですよ。勇気って言葉は身を奮い立たせる正義の言葉。人の命を奪う理由なんかに使っちゃダメです。逃げろラン、そいつは例の通り魔だ。何してるの。早く私の腕に捕まって。早くしな。